ビハイヤの下です、今回はですね、役職でどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてお伝えできればと思います。で、今回お伝えするのはゲームのプランナーですね。で、ちょっと川崎の会社さんの方からですね、未経験者の方をちょっと集めたいと。で、まあ、なんで未経験者なのかというとですね、まあ、経験者の方は多数いて、まあ、経験者というか、なんだろう、ベテランの方が多いと。で、ベテランの方が多いので、まあ、やっぱ若手をちょっと育てていかないと、まあ、どんどん平均年齢上がっちゃうよということですね。で、まあ、それでうちの方でもお手伝いさせていただいて、まあ、今までその通常専門学校とかの募集っていうのはあんまやってなかったんで、まあ、もう本当に求人でちょっと募集をパツパッとかけたいということでやらせていただいたんですけども、まあ、結構応募の方も集まりまして、まあ、その会社さんもちょうど直近のタイトルとか、まあ、公開はできないんですけども、まあ、もちろん RPG をちょっとやろうという話があって、まあ、やっぱ RPG 好きの方って結構いるみたいですね。まあ、それでゲーム業界に入りたいという方も多数いらっしゃったので、まあ、それで募集したらすごく人気があって、まあ、最終的には、何人ぐらいだったのかな、5人ぐらい、ちょっとインターン的な感じ、インターンというか、まあ、ちょっと一回テストで試しでやってもらって、最終的には3人ですね、実際入ったという感じです。で、我々もそういったプランナーの方だけじゃなくてですね、デザイナーもプログラマーもいろいろと募集のお手伝いもしておりますので、まあ、ゲーム業界のクリエイターを採用したいという会社さんございましたら、気軽にこちらの方までお問い合わせいただければと思います。それだけじゃなくてですね、あとは業界発展の一環として交流会ですとか、あとはそのビジネスマッチングですね、外注先のご紹介などもやっておりますので、まあ、本当はアニメ、ゲーム、漫画業界のご相談などをよろず受けたまわりますので、先ほど、まあ、こちらに出ているこちらのところもですね、ご連絡いただければと思いますので、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。